つくよみ宮は、伊勢神宮、とゆけ大見和宮の別宮。三重県伊勢市宮後ろ一丁目3番19号に鎮座する神社である。上空から見たつくよみ宮、つくよみ宮は、下空から北へ約300メートル、伊勢市駅から西へ約500メートルにある、下空別宮である。つくよみ村と、その荒ぶる神霊であるつくよみ御とみと荒み玉の二柱の神を、 同じ社殿に祀る。広大神宮別宮の月独宮では月、独尊と荒見玉は別の社殿で祀っているが、月読み宮では同じ社殿で祀るのが特徴である。一の社殿に二柱の神を祀る別宮は他に、下空別宮の風宮と内空別宮の風邪祈り宮があり、いずれも祭神は、九朝月子命と九朝古変命である。月宮の別宮の中では、 唯一の宮城外にある神社である。伊勢市街地にありながら、境内は静けさが保たれている。境内の三方を取り囲む堀は、宮川の支流の名残と考えられている。堀の北側を通る三重県道37号、鳥羽松坂線は、毎年10月の神奈目祭りに合わせて行われる初歩、A の会場となり、下空へ初歩を搬入する放映者が通過する。 月空拙者の高河原の神社が、月読み宮の社殿右側の後方にある。社殿左側の後方には、稲荷が祀られている。また右方には、大スがあり、祈りを捧げる人もいる。他の境外別宮と同様に、神職が参拝時間内に常駐する宿営屋があり、お札、お守りの授与や、神楽や、五千の取り継ぎを行っている。由緒は定かではないが、 古くは高河原野と呼ばれ、農耕の神を祀る神社であったという。第六十代第五天皇の九百二十七年の縁儀式では、下空拙者の主位とされた。富永宮儀式町では、月読神社、縁儀式神明町では、月読神社、伊勢大神宮式では、月読者と記載する。上限四年に別宮に昇格した。明治時代に、下空別宮の月読みの宮は、 つくよみぐう、内空別宮の、つ読よみの宮は、月ツ宮と表記するようになった。1876年の伊勢暴動の際には、近隣の町が炎上し、つくよみぐうへの累勝が懸念されたことから、身体を一時的に風宮に移した。第二次世界大戦中の1945年7月29日に、宇治やまだ空襲があったが、 周辺の住宅がすべて消失した中で、軍隊による懸命の消火活動とかやぶき上げに突き刺さった焼夷弾が不発だったため、つくよみぐるの社殿だけが焼け跡に立っているという状態であった。しかし宿営飲食宅は空襲で命を落とし、宮手のひらが大焼けを負った。広大神宮に順じた祭事が行われ、記念、月時、神奈目、新奈目の書祭りには、 皇室からの平白がある。立柱祭りを控えたつくよみぐう左側が当時の社殿、右側が建設中の社殿つくよみぐうの第62回式年遷宮の諸祭りと日程は以下の通りである。2014年2015年上記のうち、立柱祭り、上等祭、日月祭、御鎮祭、戦後、法兵は金城天皇によるご事情に基づく。 なお、2015年2月22日に、お城石持ち教授が再行され、宮後の方圏団、約1000人が、裏口交差点から、つくよみ宮までの 1.2km を、お城石を積んだ放映車を引きながら進んだ。これにて、別宮のお城石持ち教授はすべて終了した。つくよみ宮の社殿は月空に順次祖と蘇儀の地儀と、5本で奇数の鰹ツを持つ、 かやぶきの神明作りで難面している。仙宮のための古土の地は東西に隣接している。月空に順次、20年に一度仙宮が行われる。その昔、つくよみぐの所在地の宮後城の民が薬器を引いて、八日市場町に差し掛かった時に、宮後城町で火事が起き、引き出が消火のため帰ってしまったので、八日市場町の民が代わって薬器を引き、 それ以来を啓発式では、妖怪千葉町の民が、つくよみ宮に薬器を放映することになったとの伝承がある。上地通り下空の北三角から、つくよ宮山での福音4メートル程度の一直線の道は、神が通る道とされ、上地通りと呼ばれる。上地通りの項目を参照。九百六十年に、伊勢市在住の数傾者を中心に、つくよみ港が発足され、後に、 つくよみぐう放参会と解消した。つくよみぐう放参会は、毎年4月と9月の19日に神恩感謝の祭りを行うなどの活動をしている。ありがとうございます。